ローストビーフアジフライを作ろうと思ったんですけど、できませんでした、ごめんなさい。というわけでローストビーフで勘弁してください。これはもう失敗誰もしないんで、俺のやり方通りに作ってください。いきます。レジンソルト適量で塩で、これよくわかんないやつ、まあこれはねあってもなくてもどっちでもいいんで、こぼれたものを吸い付ける感じですね。もううまそう。はい、フライパンに火を入れてバターを入れます。はい、ニンニク一かけらいきます。ニンニク一回避けるんですよ。避けた方がいいですね、真っ黒になっちゃうんで、うん、オッケー。じゃあさあ行きましょう、焼きです。まあちょっと今日は全部の面1分30秒でいきます。スタート。ごめんなさい、今ね片面1分で考えてます。繰り返します。よいしょ、最高でしょ。今ね見るよ、ここしっかりまだ中赤いんで、そんぐらい残ってるといいですね。じゃあ最後の面いきます。火を切りまして火上がりで、これをですねこうしてふわっと保温します。普通の手ぬぐいですね、普通の手ぬぐいでハンドタオルをくるくる巻きます。30秒でお肉さんを自分の余熱で中に火を通してもらいます。それでは20分間、ウェーソース作りです。この余った肉汁バターにウスターソースを入れてギュ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 ッギュギュギュッと混ぜたら、そのまま火に肉汁たっぷりですね、こんな感じです。ウェーこの瞬間がたまらないですね。中赤いんじゃねえかとか、いろんなね思考が交差しますね。この時間帯は手で持てますね。手で持てるぐらいいい感じですね。さあ見てください、ほぼほぼドリップしていません。中水っていう感じ。どんだけドリップしちゃうかな、しないと思うんだよね。行きましょう。わかんない、わかんない。これほぼ生なんじゃないかっていう見た目が出てきましたね。これね色がねあれなんですよ、切ってからしばらく経った方が赤くなるんですよ。いっちゃっていいですか。ちょっとソースつけます。うん、ノープロブレム、うまいです。取ってる取ってる、火取ってる、うまっ。まあぜひ皆さん得意料理にしちゃってください。パーチン、いやー好きなレア感だな。私レア大好き。なんなら生でも行きたいですね。まあ、でもまあ生だと食えないっちゃ食えないんだよね。これはでもいけてますね。ピッ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 、あーうまそう、完成しました、俺のローストビーフ。レア好きにはたまんないですね、見てるだけでジュルリ。さあまりちゃん、これ何かわかる？肉。そうだね、これはローストビーフって言うんだよ。見てこれまりちゃん、赤くなってるでしょ。これ時間経つとねいい感じで赤くなるんだよ。でパクッと食べてみて、引っ張って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 。お、アイス。よかったー。登録してくれー。